はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースです。はい、今週一人会なんでね、ちょっと一人で喋ろうかなと思うんですが、一応映画の話をしようかなと思うんですけども、あれですね、なんかまあちょうどこれを撮ってる週にアカデミー賞がやってて、それでまああのなんだ、いわゆる今流行りのエブエブっていうんですか、エブリシング・エビリはオール・アット・ワンスっていう映画が一応まあ一応7部門かな、11部門ぐらいノミネートされて7部門取るっていう、ある意味こう快挙があって、これがまあまず何が快挙かっていうと、まあほとんどアジア系のキャストで占める映画でこういうアカデミー賞の主要部門を取ったことって実はほとんどなくてですね。であとまあなんならコメディ映画とかに関しては多分だからこれエブエブをみんな見るときに結構勘違いされる気がしてて、結構これはなんか話しておきたいんだけど、そのアカデミー賞の作品賞を取ってるからって、こういわゆる分かりやすい超大作の、なんだろうな、感動巨編みたいな話じゃないよってことをまず俺はちょっと言っておきたくて、結構こう、へんてこなね、コメディ映画で、まあ、はっきり言って低予算アジア系メインキャストの低予算コメディっていうイメージで見に行かないと、結構なんか思ってるのと違えなってなる人が結構多そうで。うん、ちょっとその話をしたいんだけど、まあだからそもそもそのどれだけアジア人が取りづらいかって話でもあるし、そもそも有色人種がね、まあだからこれ今回ミシェル・ヨーがさ、主演女優賞取ったんだけど、アカデミー賞だと、実は有色人種で主演女優賞を取るのがなんと前回のハルベリーがね21年前とかなんですよ。ってことは21年間主演女優賞っていうのはずっと白人の人が取ってったってことなんだよね。っていうぐらいなかなか取りづらいっていうか、まあそのアカデミー賞自体がね、その身内の賞だったりするから、いわゆるそのアカデミー協会員の中で投票されるから、別にだからこれ結構気をつけてほしいんだけど、結構なんかなんだろうな、面白くないのに取ってるみたいなこと言う人がいるんだけど、あのそういう賞じゃなくて、いわゆるその身内にどれだけ評価されるかっていうのがポイントの賞だから、でまあ例えば脚本賞だったら脚本家が投票するし、いわゆる撮影賞だったらカメラマンが投票するわけですよ。だからその中でどれだけ評価が高いかって話だから、どうしてもね、前も話したけど、そのウィル・スミスが去年ね殴ってああだこうだあったけど、あれも結局そのいろいろまあ問題になってるとこっていうのは結構別なところで、まあ正直アカデミー会員の白人の率が非常に高いとなってれば、それは当然白人の人の映画が撮りやすくなるわけじゃんって話で、それの一応その多様性というかダイバーシティを保とうとしたのが一応ウィル・スミスで、でそのウィル・スミスが主演男優賞取ったよってなったのに、ああいうことが起きちゃったから、なんかそこがあやふやになってるよなっていうのを、まあ、去年多分話したんだけど、まあそれも含めて今回のその Everything Everywhere All At Once はさらにその有色人種でさらにアジア系っていうのが結構ポイントだし、あとまあこのなんだろうな、アジア系が取ったって時にさ、まあこれはだから俺は日本人にもっと自分たちがアジア人だって自覚をとにかく持ってほしいんだけど、なんかこうアジア人が取りましたってなった時に私事じゃない感じっていうのが若干ある気がしてて、まあそれは残念ながら日本がまあ多国籍民族のこういる国じゃないからね、だからどうしてもその白人の映画の物語のが意外と理解しやすかったりするっていうのはそういうことなんだけど、まああと今回そのパラサイトがさ、韓国映画として撮ったじゃない、前にアカデミー賞の作品賞、あの時と何が違うかって話もしたいんだけど、あの時は本当にムーブメントとしていわゆるその韓国映画がアカデミー賞、アメリカアカデミー賞取ったっていうのもニュースだったんだけど、今回に関してはそのアジア系移民の話なんだよね。うん。いわゆるそのアジアからアメリカに渡ってきた人たちがアメリカ人として生きる話っていう話が今回のそのエブエブのねテーマとしては結構あって、まあだからさっき言ったみたいにエブエブ結構変な映画なんですよ。まあ、簡単にあらすじで言うと、まあ、主人公のミシェル・ヨーがエブリンっていう役なんだけど、まあ、なんだろうな、トラブルだらけの家族と破産寸前のコインランドリーを抱えてるって状況でね。で、さらに、まあ、ある意味困窮しちゃってるわけよ。あと、あれですよ、あの、自営業といえば何ですかっていう、この3月15日までになんかやんなきゃいけないことあったじゃん、俺たち。うん。いわゆる確定申告が迫ってるわけですよ。なんだけど、その確定申告をしなきゃいけないし、家族のトラブルもあるし、みたいな。こう状況の話で、でしたらある日彼女の前に急に別の宇宙から来たっていう夫が出てくるっていう唐突に世界の命運をエブリンは託されるんだよ。その
どこからもバースから来た旦那さんにね。で、旦那さんに導かれながら想像ができない想像な壮絶な戦いが始まるみたいなことをあらすじを読むだけだとそういう感じなんだけど、ちょっと何言ってるか分かんないじゃん。完全に SF コメディなんだよね。で、まあ、結構ドタバタで、かなりギャグも実は結構くだらない感じが多くて。これね、でもね、日本人はね、結構思い当たるっていうか、ああ、このアニメと似てるじゃんって要素が多分結構あると思ってて、まあ一番よく言われてるのは、そのエブリンがさ、そのマルチバースを渡っていくんだけど、いわゆるいろんな人生をがあったんじゃないかみたいな話なのね。もし旦那さんと結婚してなかったら、こうなったんじゃないか。もしあの時子供であったらこうなってたんじゃないかっていうマルチバースが後で出てくるんだけど、まああれですよ、あの一番有名なのはコンサトシっていうさ、映画監督が作った千年女優って話があって、その千年女優ってアニメの中の映像とかすごいこの中にまあ簡単にはオマージュされてて、わかりやすく千年女優っぽいなってシーンもいっぱい出てくるんだけど、あとね、ギャグに関しては俺ね、これ見てて思ったのはね、あの、ボボボボボボボとか、あの、クレヨンしんちゃんみたいなくだらなさなのよ。だから、なんかこう、すごいこう、立派な作品を見に行った気持ちでいくと、結構すかされるっていうか、てか、ほんとくだらないギャグが出てくるのね。っていうのもあって、なんかそういうのを分かった上で見ないと結構楽しめないんじゃないかなと思ってて。そう、あの、結構ね、自分でついていく気がないと、結構ついていけなくなる話っていうか。だ逆に言うと万人向けじゃそもそもないっていうのが今回の映画のポイントで、だから MM 自体はねかなり好き嫌いがあると思うし、なんでこれ作品賞なんだよって思う人がいるのも事実だと思うんだよ。なんだけどその中で今回撮った意義みたいなのは感じほしいなと思うし、まあミシェル・ヨーなんてあれですよ、なんだろうな、俺からしたらあのポリスストーリー3でさ、あのジャッキーと同じぐらいのアクションをスタントなしでやっちゃう女優さんなんですよ、もともとね。で有名な話が、あの、ジャッキーに撮影中、俺より目立つんじゃないって言われたっていうね。それぐらいの能力があるような人なんで、本当にだから、ある意味、今回のエブエブっていうのは、あの、カンフーアクションマルチバースコメディみたいな、結構こう、いろんな要素が入ってる映画なんで、そこも含めて見ると面白いんじゃないかなっていうのと、あとまあ、影響を受けたって言われてるのは、あと、晴れ時々豚ってアニメがあったの覚えてるから、漫画があるんだけど、あの、日本のね、なんかそれがまあ影響を受けてるっていうのを、あのダニエルズっていうその監督がね、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートっていう、まあダニエルがファーストネーム同士の監督たちなの、まあ、だからその2人のことをダニエルズっていうんだけど、まあだからバンドみたいなもんだよね。なんかバンドっぽい呼び方なんだけど、まあその2人が言ってるのが晴れ時々豚に影響を受けてるよみたいな話だったりとか、あとダニエル・クワンの方が一応中国系の人なんだけど、そういう人はもう宮崎駿大好きで、もののけ姫を見て映画作ろうと思ったみたいなぐらいの人だから、いわゆるその日本のアニメーションの影響がめちゃくちゃ入ってて、なんかそういう視点で見ても面白く見れるんじゃないかなと思ったりとかね。あとまあ本当に、なんつうのかな、最近流行りというかね、あの、ちゃんと大人が間違いを認める話だったりもして、あとまあ、この中で、監督が言ってんのは、あの、世界っていうのはカオスで、あの、究極的に言えば無意味なんだと。じゃあその世界の中で俺たちはどうやって生きるべきなんだろうかねっていう話を今回してるんだっていう話をしてて、そう思ってみると、ああなるほどなと思ったりとか、うん、そのマルチバースへの理解もちょっと増えたりするかなって感じもあるんで、まあそこもぜひおすすめかなって感じなんだけど、まあだから本当にね、いわゆるその作品賞、アカデミー賞作品賞っていうダダンっていうさ、大義名分ができちゃったから、なんか俺これのせいで評価下がるんじゃねえかって逆に思ってるぐらいで、なんで思ったのとちげえじゃねえかってなる率が結構上がると思うから、そうハードルが上がるし、単純に言えばそのなんだろうな、いわゆる感動しに行く人みたいなものは実はいませんよっていう話だったりとかね。だから結構そのアカデミー賞を取ると結構やっぱ興行収入に関わるっていうのは昔から言われてて、やっぱ分かりやすく日頃映画を行かない人もそれを見に行ったりするから、じゃあみんなが褒めてんなら行こうかみたいな話があるからさ、そうなった時に、あれみんなが褒めてるから言ったけど全然変な映画じゃんっていうのを理解していただくと、結構楽しく見れるんじゃないかなっていうのもあるんで、今回ね、エブエブに関してはそういうところもそうだし、まあ本当にね、あのミシェル・ヨーに関してはもうカンフーさすがの動きなので、でまあ60歳ですからね。そういうのもすごかったりとかね。あとまあなんだ、助演女優賞取ったジェミリー・カーティスは、まあ俺の中ではハロウィンの人ですよ。あの、ホラー映画のハロウィンでいつも追いかけられる人ですよ、ね。
で、まあ、今回確かリブートのハロウィンエンドっていう一番最後の最新のやつか、あれではプロデューサーになってたりとかして、いわゆるこう映画ハロウィンと共に歩いてる人っていう、と、まあ、あとなんだろうな、シュワちゃんのトゥルーライズだったりとか、いろいろこうなんだろう、はけてこう俺今回のね、その思い入れみたいな、こう何が受賞して嬉しかったかって、ウェブ受賞して嬉しかったところがあるのが、まあ俺が大好きなジャンル映画の人たちなんだよ、はっきり言ってね。いわゆるこうこの中で出てくる助演撮ってるキーフォイクワンとかもグーニーズの子役だったりとかね、インディージョーンズで子役やった人なんだけど、いわゆるジャンル映画っていうのははっきり言って70点満点とか言われてるさ、ホラー映画とかアクションとか、まさにこうどんなに頑張っても大作には勝てないみたいに言われてたんだけど、このジャンル映画をごった混ぜにしたこのなんだろうな、マルチバースコメディがなんかアカデミー賞取ったっていうのは結構俺の中でなんか嬉しいなっていうのがあって、結構ねジャンル映画ってバカにされるんですよ。いやでもバカアクションでしょみたいな、ね、バカコメディでしょみたいに言われるんだけど、いやその映画だっていいとこあるよみたいな話だから、まあだからはっきり言ってあれですよ、ためになったりはしないよっていうさ、ね、この映画を見たから何かためになったりはしないけど、逆にやっぱこれを見てなんかね非常に感動的でね、いや非常にくだらないんですよ。そのマルチバースをね行き来するためにまずエブリンたちは何をしなきゃいけないかっていうのがあって、くだらないことをしなきゃいけないっていうのがあるので、ね、思いもよらないくだらないことをしないとマルチバースに正確にジャンプできないっていうのがあって、そのせいで何をするかというかね、自分のことを殺そうとしてる人に対して全力で愛してるって言わなきゃいけないとか、あと動きながらなんとかくだらないことしなきゃいけないからどうするかっていうのがこれ出てくるのが、ケツの穴に何かを挿入するっていうのが出てきていやこれ完全にクレヨンしんちゃんで見たなみたいななんだろう、ジャンプしてさケツドーンってついたらその子になんかこうなんつうの突起物があってみたいなそれがケツに刺さるみたいなさ、あれこれ野原ひろしがやられてたのみたいなっていうぐらいくだらないことをしてそのマルチバースを移動していくんだけどっていう、今こうやって話しててもくだらないなと思う話があったりとか、そういうのがあったりとかしながら、でもなんかさっき言ったその無意味な世界の中でじゃあ自分はどうやったらナイスになれるのかなみたいな話になってるから、結構それにはね結構感動して、俺はねなんなら2回ぐらい泣いたシーンが出てきたんだけど、それぐらいいい映画なんでね、ぜひちょっと先入観を捨ててみて、アカデミー賞作品賞とかさアカデミー賞独占みたいなところの看板をちょっと下ろしながら見ているとちょっと面白いんじゃないかなと思いますし、まあだから本当にねそのアジア人がこれだけアカデミー賞っていうそのさ白人のはっきり言って多い世界の中でこれだけ評価されるっていうのは、まあはっきり言ってなんつうのかな、これはもうでも毎回言われてて、アカデミー賞っていうのは結構そのリベラル側のお気持ち表明みたいな言われ方もするんだけど、まあでも大義名分でも取れたんだからいいじゃんっていうところでもあるから、うん、そういうのもあるから、うん、そういう風にして見ていくと結構面白いんじゃないかなと思ったりします。はい、じゃあこんな感じでね、今週は Everything Everywhere All at Once ですか。なんかね、エブエブって言葉をね、使った方が楽なんだろうけど、なんかエブエブって言うとさ、それ自体の意味がなくなっちゃうじゃん。だって、オールアットワンスはどっか行ってるわけだから。っていうのを考えたりして、なんかこういう呼び方をしてるんだけど、まあこうやって本当にエブエブをみんな見て、なんだろうな、俺的な楽しみなのは、さっき言った日頃映画行かない人が行って、変なもん見たなーってなるのが俺の期待です。なんか変なもん見たなー。まあだからやっぱね、世の中わからないものが面白くないっていう現象が最近起きてる気がしてて、俺が理解できないものはつまらんみたいなことを言う人が結構いてさ、俺はこれ結構ゾッとしてて、ってことは理解できるようにしないとそもそも受け入れられないのかって話だから、なんかわかんねえけどすげえってあるじゃん。音楽とか特に、俺はなんだろう、プレグレとか特に聴き始めた頃とか本当に思ったらなんだこれって思って聞いてたんだけど、結果なんか何十回も聞いてたら気持ちよくなってくるみたいなあるし、例えば小説読んでてもこれ何やってるか分かんねえから、ちょっと何回も読み直すと分かんねえなみたいなところが面白かったりもするから、要は自分の理解の範疇を超えるところを体験するっていうのがある意味芸術とかさエンタメの部分だったりするから、ある意味そのね現実のリアルなもんだけ求めてたら結構つまんないから、人間の人生っていうのはね、っていうところの体験だったりもするから、そういうのも得られてね面白いんじゃないかなと、はい、思いますね。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございました。また来週は2人でドキュメンタリー映画の話をしようと思います。はい、また来週です。さようなら。